どうもフィジカルデザインのシダパンです。なんか今日ね、今ね、ちょっと降りてきたんですよ。アイデアが降りてきたんで、今このままね、テンションのまま撮ってます。なんとですね、5月14日の4時51分ですね。だいたい4時起きをしてるジジイみたいな男なんですけど、今ストレッチをしてて、ふとね、思いついたんで、ちょっとね、このままのテンションのまま俺はチャレンジを始めます。あるチャレンジを始めます。シダパン、100日で宇宙に行きます。刮目してください。はい、宇宙に行きます。宇宙に行くということなんですが、足が遅い運動神経ゼロのやつが毎日1時間トレーニングしたらどれくらい足が速くなるか検証する動画でございます。なんか言ってますよ。宇宙に行ってきます。宇宙行くそうです。100日後毎日1キロずつ。やばいけどね、結構ね。行くよ。はい、謎ですね。100日で宇宙に行くということを言い始めました。シダパンです。どうぞよろしくお願いします。この動画はですね、足が遅いやつが何日か毎日トレーニングしたら10秒台になれるのかと検証する動画なんですけど、やっぱり大会に出てね、タイム測定するっていうのが僕のね、モチベーションだったはずなんですけど、やっぱり競技場にも行けないと、で大会もないってなると、なかなかモチベーション維持が難しくて、正直ね、ちょっとね、なんかダラダラ練習してたんですよ。なんか具体的な目標欲しいなって思った時に、100日で亡くなったワニさんいらっしゃるじゃないですか。なんかあれ見て、あ、なんか俺たちワニの死を無駄にしてしまってると、ワニの死から学ぶことがないんじゃないかなと、学んでないんじゃないかと思って、俺なんか逆にね、より生きている生を実感したいなと思うことを感じまして、100日でなんかこうめっちゃすごい量走ってみると か、 なんか100日で達成できるものはないかなっていうことを考えたんですよ。でそこで思いついたのが、100キロぐらいの距離をダッシュするって結構絶望的だけどやってみたいなと思って、100キロってどれぐらいの距離なんだろうなと思った時に、地上から大気圏くぐって宇宙まで、行く距離が100キロぐらいらしいんですよ。あ、これも100日で100キロを走破してやろうと、思った次第でございます。なので1日1キロずつ走ると達成という形でございます。シダパン、今初日からダブルヘッダーです。今仕事が終わって退勤して、もう2回目の練習、もうすぐ行きます。いや、もう1日ね、1キロ分ぐらいはダッシュしないと間に合わないんで、最低でも、今13本やったから7本はやんなきゃいけないですね。まあでもちょっと明日時間があんまないから、少し稼いでおきたい気持ちあるけど、最低の行きましょう。そう、さっきの映像はもう早朝、もう4時とか5時に仕事を僕もあるんで、仕事の前に走って、やっぱちょっと時間なくて、1日1キロだから50メートル20本走んなきゃいけないんですけど、毎日ね、毎日13本しか走れなかったんで、仕事終わってすぐまた同じ坂に来て走りました。一応このジャンプも距離としては入れてます、ダッシュと同じようにね。で、仕事終わりにも10本走れたので、今回は合計しますと、まあ、1キロと150メートルですね、50メートルを23本やれました。もうすでにね、初日でね、筋肉痛がやばいことになっております。まあでもただ走るだけじゃなくて、やっぱり一本一本集中して、スピードが落ちるような形でのダッシュはダッシュと認めないというふうに自分の中でルールを持ってやっております。なんかなかなかね、モチベーションが上がんないこの時期ですけど、大会もね、ちょっとずつできるかもしれないし、わからないですが、皆さんもぜひ、100日ってなんかね、すごいちょうどいい期間だと思うんですよ。なんか3ヶ月ちょっとじゃないですか。続けるにはちょっとした覚悟でもできる気がするし、で3ヶ月毎日何かを続けれたら、大げさじゃなくね、生まれ変わるものってあると思うんですよね。人間の細胞って頭からつま先まで3ヶ月で全て入れ替わるんで、まあ理論上は別人になるわけで、皆さんもね、ぜひね、100日間チャレンジというハッシュタグで、ぜひツイッターで上げたり、動画してもらえれば、私、リプ送ったり、いいねしに行ったりしますので、で私のシダパンチャンネルもね、この100日間チャレンジも、今後、ずっとツイッター、インスタグラムなどで、毎日配信していきますんで、とかなってますけど、ぜひ見ていただければと思います。そう。だいぶね、ハードなチャレンジになってしまいましたが、私はすごくね、なんか、かなりやりがいを感じてて、なんかダラダラ生活してた、最近はね、めちゃめちゃね、落ち着いたんですよ。なんか逆にきついことをやって、やべえ、毎日どうやって、
1キロ分50メートルに20分走るためにどうやって時間を使っていこうかとか考えてるのが僕は楽しくて充実してます。大気圏突破まであと99日で行かなきゃいけないので、ぜひともね、今後のこのトレーニングルーティンシリーズはとりあえず大会とかが再開するまでは100日間チャレンジとして大気圏突破に向けて100キロを走破する、100日間で100キロを走破するべくトレーニング頑張っていきたいと思いますんで、皆さんもぜひ100日間チャレンジでツイートなどしてください。一緒にチャレンジ頑張りましょう。こんな時期もモチベーションぶち上げて頑張っていきましょう。次回のチャレンジも刮目してください。ではまた。